なら思う存分戦ってもらおうか。ガイ、あとは頼む。ああ。さて、俺たちの相手はあの6人だ。作戦はあるのですか、ガイ先生。奴らは相当のやり手。いたずらに時間をかけては被害が大きくなるだけだ。ここは短期決戦、一斉撃破で行くぞ。リーとサクラは俺をサポートしろ。そんな、あのレベルの忍びをまとめて相手にするのは危険すぎます。ここはできる限り相手をばらけさせて、カッコ撃破を狙った方が確実じゃ。ガイ先生の言ってることもわかるけど、でもここは3人分かれてのカッコ撃破に努めた方がいいと思う。おう、確かにサクラの言うことも一理あるな。ではガイ先生、僕たちは。ああ、これから俺たちは3方向に分かれての戦闘を始める。各自それぞれの相手を倒したら他の戦場の補佐に回れ。いいな。はい。なんとか七人衆をばらけさせることができた。僕は一人一人確実に。戦闘開始。ウナシジンパチは悪党シルクを使う。不用意に飛び込むなよ。あの方に爆発の図式で書いて爆発に注意しろってことね。爆発力はとんでもないのね。強引に近づくのは約束じゃないけど、やるしかない。Shoot.
喜んでる暇はない。すぐにリーさんたちのフォローに行かないと。僕の拳で戦場に勝利を呼び込んでみせます。戦闘開始。フリアラで決まりには注意しろ。不用意に近づくと上等の歪みを餌食だぞ。変わった武器を持っているようですね。内藤牙の使い手にリンゴアメイビア、奴の雷撃には気をつけろ。雷の圧倒はしなくなった。動くと効果範囲に気をつけないといけませんね。みなぎってきました。無駄ですよ。無駄ですよ。無駄ですよ。みんな無駄ですよ。待っていてください、ガイ先生。すぐにそちらに向かいます。忍び連合に敗北はない。行くぞ。戦闘開始。だが注意は怠るな。なぜこいつは刀を持っていない。こちらを油断させる作戦か。してくれたか。どいつはホワイトマンギル地面師の僕に危険な男だ。ただ者だ。燃えてきた。また呼んでください。
できれば生前に一戦交えたかったが、残念だ。よし、ここはどうにか落ち着いたな。音の方角からするに、あの方向は…カカシ先生、ザブザ。待ってろ。そう時間はかけない。戦闘開始。お前たちの思いは俺が受け取ったよ。ザブザ。ハク。お前たちともあの時戦えてよかった。あの戦いがあったからこそ今になるとはあるんだ。あの時のお前は迷っていた。大金将来神だが、その迷いこそお前が人である証だった。お前の本気人間として死んだ。この子もと俺を切るつもりか。どうしてだ。なぜついていけない。ザブザ、お前はあの時ハクを切ることをためらった。だが今は違う。感情のない正義ってやつだ。貴様らのような平和ボケした忍びは本物の忍びじゃねえ。仲間だ。そんなことを言っている段階でアマちゃんなんだよ。さよならだ、鬼神よ。まったく俺はよくよくいい拾い物をしたもんだ。最後の最後まで俺を守る素晴らしい道具だったぜ。ザブザ、本当にお前はそう思っているのか。大金将来神。ハクは俺にとっちゃ道具の一つに過ぎねえ。俺のために戦い、俺のために散る。俺のためだけの道具だ。うん。
実力はそんなもんじゃないだろう。さあ見せてもらおうか、霧隠れの鬼人、その本当の力を。こりゃいいわ。やいきり。もうこんな戦いはなしにしよう。お前らの死に様と涙は。できるならお前と同じ場所に生きてえな。俺もお互いの絆そのものだったよ。あいつら敵だったけど俺あいつら好きだった。俺もだよ。江戸天聖、この術は許せない。まあ俺も熱くなるまで時間のかかる方だが、今回は久しぶりに沸点が低かった。千の術をコピーしたコピー忍者のかかし、これより通りな通り暴れる。